19歳の頃に彼が作曲したっていう風に聞いてすごくびっくりしたのと、あと19歳の時に作曲したのを自分ちょっと年が今、もう何歳も離れてるけども24と19だと、わりかしこう若い部類には入ると思うので、そういった意味でこうリヒャルト・シュトラウスを今の自分なりにどう欲を感じて演奏できるかなっていうことがすごく楽しみ。ちょっと大きかったですか？いいね。あ、そうですか。あの音量のやつ。今はポーンだから。ポーンって言って立派にペンマンしちゃって。はい